はい、では、続けてちょっと思うように治らなかったので、結局瞬着修理をしていきます。防薬が、ノーテープの接着剤を塗ってきます。ただちょっとこれもかなり少ない量でいきたい。そして安売りは320番ぐらいで、まあ400番か320番ぐらいでいきましょう。少し白くなるかもしれないですけど、そこら辺は気にしません。では行きましょう。結構長いな。こんな感じですね。いつまでたってもちょっと糸引いてる感じですね。あ、ずっとついちゃった。あと綺麗にしましょう。ちょっと量が多いですね。このあたり繊細になってきますね。なんだ、いろんなとこについちゃう。靴の上でかなり滑るので、もう少し削れるというか新しいやつにしますね。早くしないと乾いちゃうと思うかもしれないですけど大丈夫です。320番、これでいきましょう。80番ぐらいと色が一緒なので、違うな、やっぱり新しいと。当てます、当てます。これね、感覚的なところがちょっと若干あるので、もう少しこの当てます当てますっていうのをもうちょっと違う言い方があればいいと思うんですけど、ほら埋まった。こっちは浅いからいいですよね。ここで新しい面に変えてます、今。こういうね。ちょっとずつ端渡しのように。ちょっとここは深いですね。足らない。ここ行きましょう。思ったより、深い。埋まったんじゃないか？埋まってないか？どっちなんだい？埋まってない。少し線がありますね。でもこれぐらいにしておきましょう。ここでトコノール入れます。いや、埋まってない。やっぱりもうちょっと入れたいな。その時のためにヤスリをまだこっち側残してるっていうね。これちょっと色つけたらどうなるんですかね。色をつけてみますか。ちょっとバーガンティっぽいクリームを。押しすぎて嫌ですね。惜しい惜しいのが嫌ですね。こんにちは。ちょっと戻ってきましたけど、やっぱりちょっと残ってますね。あと1回だけやって
やめにしましょう。よし、こんなもん。この接着剤が出るまでこれで使い続ける。こういった後ちょっとって時はなるべくこうやって丸くいきましょうか。新しい面使ってます。爪にはかかんないんだけどな。本当はちょっと言い訳言いますよ、抱え込んでやりたいですよね。もう一回ごめんね、ごめんね、もう一回やらせて。よし、これで粉やすりで埋めていく。よし、これでちょっとトコノール使ってもうおしまい。こうしないとちょっと深みにはまりそうなので、あーでも悔しいな、悔しい。もうちょっと綺麗にできるはず。まあ綺麗にし、うん、思ったより深いってことですよ。よし、ブラッシングして見てみましょう。あー、ちょっと残ってるね、ちょっと残ってる。ちょっと色があれかな、黒いワックスとかやるとここは色が入るかもしれないですね。バーガンティーだとちょっと赤みがちょっと出ちゃってるんで、ちょっと手直しいりますね。ちょっとだけ黒いワックスで磨かせて、しないんだろうな。確かに目立たなくはなったけど、まあ、どっちもどっちだな。まだまだ修行が足りないですよ。ここね、うん、また挑戦者も問います。いや、もうこれが限界だな。あんまりクリームやるとすごいツヤが出てきちゃったな。どうだ。あー、ここかー。
でもいいでしょ。なんか右側のちょっとへこみの方が気になってきたな。ここね。すごいブラッシングした、強くブラッシングしたから、まあ最後ここまで一応来ました。まあこれだったらお客様にね、納得していただけると、まあ結局これワックスしちゃうので、ちょっともっと目立たなくなっちゃうんですけど、まあ直すっていうところは及第点ではないでしょうか。ちょっとね、コードマンやっぱりノリが悪いですね。だけど抱え込んでちょっと力をグッグッと入れて、回すっていうよりは、2、3回目で回してたと思うんですけど、直線的にキュッ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 ってやった方が埋まりやすいってことに気づきました。これでまた一つ強くなりました。ではまた。